なんかすごい無気力っていうかさ、パワーがない、エネルギーみたいな、なんだろうな、精神エネルギーじゃないけど、何かを動かす、体を動かす力がないね。心がオラっていうのが全然なくなってる。本当にね、今俺食い物しか興味ないんですよ。俺外出るとき食い物以外で行かないですからね。ああ、ライブか、ライブでも食い物食えるしみたいな。食べ物、俺食べるの大好きだからな。俺食べるの大好きなんですよ。やっぱり美味しいものっていいからね。それで俺がなんかよくわかんねえさ、外国の主に韓国とかなんかそういう人がね、あの人すごいよな、塊で食ってさ、面白い遊びだよね、あれ、食べるという遊びみたいなさ、ああいうのしたけど、俺サーモンでできなかった、さすがに。なんか生臭そうでまずそうじゃん。俺マグロ刺しで食った時すごいまずかったの。でも安いマグロを冷凍してチンして失敗したクソまずいマグロだったから、マグロだったから俺いけないんだと思う。なんで俺こんなことしてんだろうって結構トラウマ、俺は。そっから刺しが食えない。なんか刺しを食うんじゃなくて、しっかりとした状態で食わなきゃいけないわけよ。中トロ食いたいな、いっぱい食いたいんだよ俺は。寿司大好きだからな、そろそろ寿司いっぱい食いたいな。寿司食いたすぎる。で、安い寿司屋って別に安くないんで、100円で大トロとか食えねえのかな、中トロとか。いやー、寿司好きだからな俺。肉も好きだし、でも本当俺外なんか、俺ダイエットする、散歩するにしてもさ、飯食いに行くことしかできないけどさ、別に金がないから飯食えないのよ。ひどい話でしょ。金ないから飯食いに行けねえの。なんかよくわかんない。ネットで誰でもできる仕事で、なんか家でいて誰でもできる仕事で食費でも稼ごうかな。なんかホリエモンが言ってたよくわかんない仕事とかな。飯食いまくりたくてしょうがないけど、いや食費ってなんであんな金かかんだろうね。まあそういうもんか、商売だからな、すごい金かかるよね。なんであんな金かけてくんだろうな、嫌になっちゃうよ。いやーでも俺外食好きだからな、いいよな、毎日食いていいから。なんかよくわかんない、なんか変なデータ処理的なね、処理っていうかね、誰でもできるような仕事探してやるか。なんかホリエモンが言ってたあれとか、マジで金稼ぎてえな、 YouTube でどんどん投げ銭ももらいたいな。くそー、金がね。でも投げ銭ってなんでいけないんだろうね。でもあれってみんながもらえないからでしょ。すごいなんかナロー系のあれでさ、なんかナロー系がすごいよって言った人のバズツイートにね、ペンギン社長って人も言ってたけど、まあその作る人側にすごいメリットのあるサイトを作ろうみたいなことでツイートで、じゃあ見る側にメリットがないんですけどとかなんか言ってるやついたけどさ、見れるだけで十分じゃない別に。見る側のメリットってさ、見やすさだけでしょ。機能の使いやすさ、UI っつうのか、なんかサイトの使いやすさくらいと作品数で別に良くない？なんで無料で見ようとするのって思う、作品を。俺そっから違うと思うんだよ。作品を無料で見てなんかさ、でけえ面すんのって俺ちげえけどね。ちゃんと金払ってから文句言わなきゃダメなんだよ。まあ、金払っても文句言うのもなんか違うけど。別に次からね、見なきゃいいだけだから。俺違う。でもね、まあ、そういう時代になってきますよ。無料で見れる時代。
無料で金払える時代みたいな感じになってるからねえ。日本ってそういう文化 ないでしょ。やっぱアメリカ、海外強いよね。まあやっぱ貧乏だからな、みんな。でもスーパーチャットってでもさ、なんか緩いのがアイドルなんだよな。アイドルになんないと金もらえねえんだよな。別に面白いことやったってさ、面白いこと見るような人って多分貧乏だからさ、なんか貧乏だと思うんですよ、面白いもん見る人って。だって面白いもんが分かるとかそういう言い方あんま良くないけどさ、金持ちですんげえなんか尖ったもん見てるような人ってあんまいなくね。だってなんかさ、別にと金持ちの人ってそういうの見れなくない？お笑いテレビ止まりじゃない？そういうなんかめっちゃ斬新みたいな、そういうの見るような人って俺いないと思うんだよな。ああいう人お笑いとか見ないで絵画ばっか見てんだもん、金持ちだから元はね。でそれでよりすごい金持ちになってからさ、そういう絵画だのなんだのばっか見てるからさ、そういうのに疎いんだよね。なんか庶民じゃないと笑いって別に見ないよね。庶民だからこそ笑いって笑い系とか見るんじゃないかな。金持ち見てねえからな。面白いっていうのはホリエモンの言う面白いと俺の言う面白いって全然違うからさすごいね。俺は心の中でね、同格だと思ってるんだろうけど、いや格とかそういうのは全然違うんだけど、なんかああいう意識高い系の人の面白いっていうのってあんま面白くないけど、すげえなみたいな、新しいなみたいな面白いっていうけど、俺はあんまそういうので俺面白いとか言ってほしくないんだけど、すごいひどい人でしょ俺、カチンってきそうなんだけど、なんかダメなんだよな俺、怒るんだよそういうので。人に厳しいけど別に口には出さないって感じなんで、僕はキリがないんで、厳しすぎるんですよ俺は多分本当はね。でも人に厳しい人ってダサいじゃん。だからやっぱなるべくいい方向にいい方向にって言ってるんだろうけどね。見栄っ張りだな俺は。そう思うとね、なんで見栄っ張りってあんま言わないかって、悲しいから気づきたくないの。だからこれからあんまり言いません。みんなが勝手に気づいてください。あんますごくないけど面白い人を目指していこうっていうか、そうでしかできないっていうのも悲しいけど、器の広さっていうのは別になんかむずいよね。俺多分そんな広くないしとか言いたくないんで、自分否定するとあんま良くないから、心がね良くないから俺言いません。自分をでかいって嘘ついてきます、心のためにね。まあ別に人に言われたって俺ね、だってなんで自分に言われたらね、俺世界で一番自分をねすごいっつうか嬉しいって思ってるんですよ。やっぱりなんかね、自分に褒められるのが一番気持ちいいの。自分で自分を決めるのが一番気持ちいいんだよ。おーおーおーってね、声出していいならそれくらいにね言ってるんですよ。自分に褒められるとやっぱ自分に褒められるのが一番気持ちいいからな。すごいナルシストですけど、そうだから自分は自分を否定しちゃダメだろ。というか別に広いだろうなあ俺、文句言わないから別に物にだいぶ広くね別に。ていうか俺別になんかなんだろうな、広いんだよな。もっと広くっていう意味で狭いって言ってるだけで、俺は相当広いです。でも嫌なことあったらすぐ逃げますけどね。広いって許容はできないでしょ。嫌なことから別に文句言うわけじゃなく逃げるだけなんで。でよ、運動ですよ。最近はダイエット関係見てますけどね、運動したくないね。やっぱもう一瞬でね痩せてほしいわけですよ。あれは食いたくて食ってんのに、なんで痩せなきゃいけないの。くそ腹立つな、人間の構造。なんでこの太っ、ずっと太ってんだよ俺。どんどん太って引きこもってからさらに太った、ストレス食いみたいので。なんであんな太ったんだろうな。そんな食ってたかな飯。めっちゃ太ったんですよ。もう本当に30キロくらい太った。さピークで本当30キロで、今でも20。俺はなんかね、学校行ってる時はねストレス太りですよ。でも本当それしかできないから、発散方法が。
常にストレスなんですよ。だって別にひどいからな。例からもう逃げ道が食うもんしかなくて、めっちゃ食って30キロ太った。やばくない？ 30 キロ太って、今10キロなんかね、痩せ、今10キロじゃない、8キロ、7キロくらい痩せたんですよ。ピークの時よりは。ピークが104キロくらいあったんで。で、今7キロ？今、いつも96キロとか。多分今水いっぱい飲んでるから、運動したくないの。もう俺は。運動は別に散歩好きなんだけど、地元が嫌いなんだ。大嫌いなの、地元が。ほんと外出たくなくて。で、俺はほんと病院超行きたくないの。行きたくなさすぎんの。なのに病院行かないと薬もらえないから、俺ほんと死んでも病院行きたくないの。死にたくないやな。救急搬送だけど、なんでだろうな。ほんと腹立つな。いいじゃん、別に俺が行かなくたって。LINE 電話でよくない？LINE 電話持ってってやろうかな、マジで。通話で。あ、どうも。ね。やろっかな、腹立つな。なんで行かなきゃいけねえんだよ。俺はちょっと、お母さんにやらせるから。LINE 電話で。うん。電話でできないでしょうかねーって言って。あと、医者を呼ぶのとか無理。呼ぶってすごいけど、絶対来てほしくないから。俺、医者が嫌いなんですよ。理由なくね。何の理由もなく俺、医者が大っ嫌いなんですよ。で、病院はめっちゃ嫌い。その、なんかもう、誰かの言ったことを自分で言ってるような感じだけど、やっぱ病院とかそういうもんって、あれはね、マイナスからゼロへ戻す作業なんですよ。そんなのになんかさ、バカみたいに待つじゃん。病院って。アホじゃない？そんな待たないから飯屋でも。アホみたいに待つじゃん。あれムカつくよな。待つの世界で一番嫌いだから、待てられないんですよ、僕。待ってらんない。気持ちが前に前に行っちゃうから、やりたいことがあった。ワンピースの時もやばかった。あれは本当に待てなかった。ああ、美味しいご飯が食べたすぎる。髪がない。ワンピース買いていいけど高すぎる。なんであんな高いんだよ、ワンピース。一冊100円だったら8000円で済むんだよ、カラー版。なんであんな高いかな。気持ち悪い。誰であの値段設定考えたやつ。腹立つ。いや、今日めっちゃ美味しいご飯食べたいな。ないわ、美味しいご飯。いや、もうピザ大好きなんだよ。ピザってめっちゃ美味しいの。知ってる？みんな。あれ、すんごく美味しいんだよ。俺はピザが大好きです。ピザうめぇ。でもめっちゃ腹立つわ。前に頼んだら俺ナゲット忘れてた。ナゲットが結構食いたかったのにさ。なんか、ピザーラのナゲットってね、意外にうまいんですよ。ピザーラのナゲットね。うめえんだよ。でもさ、頼み忘れてて。お、